世界の変化はスピードを増している。古い知識では解決できない課題が人類にのしかかる。生命は、医療は、都市は、環境は、先の見えない不安に誰が答えを出すのか。今、大阪の2つの頭脳が融合して未来のための地が生まれようとしている。ハイパーブレイン、大阪に世界の地の拠点を。大阪公立大学。つながる、交わる、合わさる。大阪市立大学、大阪府立大学、歴史ある2つの公立大学の地を継承して誕生。その学生数はおよそ1万6000人。学部入学定員数は国公立大学3位となり、総合大学として学部研究科の枠を超え、あらゆる学問領域を網羅する。キャンパスは既存の各拠点の集約に加えて、歴史文化が宿る杜の宮にメインキャンパスを開設。都市立地を生かした都市シンクタンク機能と技術インキュベーション機能を拡充することで、大阪の都市問題の解決と産業競争力の強化に貢献する。また全学生に対し少人数で質の高い初年次教育を提供。5つの要素と生涯学び続ける力を培い、専門教育研究へと向かう。さらに地は交わることで作り出す、進化する、飛び出す。地の創生を始める。例えば万博を契機とした新しい都市モデルの形成。2025年の大阪・関西万博でもいろいろ刺激を受けて、新しい未来社会をですね、描いてみたい、 SDGs に貢献したいっていうような考えを持った人がどんどんこうぶつかり合うことで化学反応が起きてくる。コークリエーションっていうのはコンセプトです。さまざまな人たちが共に何かを生み出すんだっていうのが博覧会の場である。大阪公立大学は大阪と共に成長し、大阪と共にますます発展していくものだと。両大学の地の融合により SDGs ビヨンドという概念のもと、新たな未来都市大阪を作り上げる。例えば医学、獣医学分野の連携による感染症研究の発展。人への感染症と、動物への感染症と、共通点あるいは相違点、検査法を開発するとかですね、やはり最終的には治療法を開発したいとかですね、より進めやすくなるのかどうか。僕本当にいろんなことができるんではないかなと思ってます。動物のコロナウイルス、人の新型コロナウイルス、何か共通したものがあって、研究をしていくということが、この新大学においてもですね、できそうだなとは思いますけどね。バイオサイエンス分野の融合により人獣共通感染症の画期的治療法や予防法を確立。獣医学分野で開発された疾患モデルを用い、人の新たな治療薬の開発が期待される。このほか両大学の数多くの研究が交わり融合することで、世界を変える新たな地が生まれ、最先端の研究をも加速させていく。人を救うために、街を開くために、世界を変えるために。サイエンス、テクノロジー、アート、デザイン、思考が融合し、新たな価値観を創造する。世界を驚愕させる地の集結を、ここ大阪から。ハイパーブレイン、大阪公立大学。2022年春開学。